ここでは自衛官の募集、退職自衛官の再就職支援、予備自衛官に関する業務および広報を実施しています。また災害等有事の際には県や市町村との調整を行います。ところで県内のどこに自衛隊の駐屯地や基地があるか知っていますか？はい、横須賀市には海上自衛隊横須賀基地、陸上自衛隊竹山駐屯地、栗浜駐屯地のほか、幹部自衛官を養成する防衛大学校があります。竹山駐屯地には陸上自衛隊の高等工科学校や海上自衛隊航空自衛隊の部隊が所在しています。特に神奈川県内で災害が発生したとき、即時救援活動などを行う陸上自衛隊の第31普通科連隊が所在しています。はい、現在自衛隊では陸海空自衛官を募集しています。災害派遣、国際貢献に興味がある、そして何よりやりがいを実感できる自衛官にチャレンジしたい、そんな人を募集しています。迷っているならとりあえず受験してみませんか？まずは一歩踏み出してみましょう。休日は、家族とキャンプ行ったり、趣味の駆け足をマラソン等してます。好きな食べ物ですか？魚介類が好きなので魚介類を。最近泣いたことについては、息子が一生懸命、妹の面倒を見ている姿を見て感動しました。趣味は、読書、時間があれば、たくさん本を読むようにしております。休みの半分は妻と子供たちと買い物に行くのと、趣味で釣りを、横須賀にいますのでしてまして、釣りに行くのが趣味です。